アンポスタは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ。ムンシアー軍に属する。エブロ川デルタ地帯にある。市街の東端は、湿地の上に作られた。ムンシアー軍の中心自治体にして、最大の面積を持つ。ローマによる征服以前、この地には、イベリア人の一部族で、エブロ川流域に広く暮らしていた。イレルカオネス族の中心地があった。 第二次ポエニ戦争において、イレルカオネス族はカルタゴに味方したため、ローマ軍に街を破壊された。イレルカオネス族の文化は失われ、ローマに併合された。ローマ人たちはエブロ川を見下ろす高台に宿場を作った。これがアンポスタ旧市街であり、彼らはアムニー・インポスタの名で呼んだ。アラブ人のイベリア半島支配時代、アラブ人たちは、 ローマの宿場と同じ場所に取り出を築いた。バルセロナ博ラモンバランゲー3世が1095年と1097年の2度、アンポスタ征服を試みたが失敗した。1149年、ラモンバランゲー4世がアンポスタを征服し、アンポスタ城とその周囲の土地を聖予羽騎士団に授けた。彼らは城をアラゴン連合国における騎士団領の中心とした。 この時代のアンポスタは非常に繁栄しまた重要性を帯びた。カステラニアでアンポスタの称号は連合王国内での強大な権力を表した。1280年、城はアラゴン王家のものとなった。その後、城の優位性は衰えていった。カタルーニャ内戦時代、アンポスタはビアナコ・コカルロスを支持し、フェルナンド・デ・アンテケーラを親王,王として認めなかった。 そのため1465年10月より、城は包囲され、8ヶ月後に陥落し、徹底的に破壊された。近代に入ると、防衛設備の失われたアンポスタは、16世紀に、スペインの地中海沿岸を荒らし回っていた、バルバリア海賊やトルコ海賊の襲撃を3度受けた。17世紀から19世紀にかけ、デルタの開拓や港が建設され、 ゆっくりと経済が回復していった。カルリスタ戦争では、カルリスタ軍支持となり、応答派が幾度か包囲した。19世紀、都市の拡張と人口の増加が見られた。1860年から、デルタ一帯で稲作が始まった。他にも製油所や、トウキビ栽培が行われた。20世紀初頭に、人口は約4000人に達した。スペイン内戦期に、 人口の伸びは停滞し、1938年3月には、イタリア空軍による爆撃でエブロ川に架か,かる吊り橋が破壊された。伝統的に稲作や灌漑農業が主体である。しかし現在は、産業が多様化し、農業が占める部分は大きいが、機械製造業も行われている。ありがとうございます。